皆さんこんにちは、今日は、南青山にある、フリッツハンセン東京のショールームに、います、フリッツハンセンは、来年150周年を、迎えます、インテリアと、ライフスタイルブランドに、なってます、これからは、自分が作った、花を、ショールームの方に、飾ります、よろしくお願いします。はじめには、こちらの、ブーケですね、このソファセッティングに、合わせた、ものを作りまして、すごいこう優しい、イメージで白いクレマティスのベロニカ、ちょっとしたこう他の、これもクレマティステッセンですねの、種の方なんですけれども、そういったちょっと、まあ、優しいブーケを、作りました。次は、こちらの、ワーキングデスクなんですけれども、自分がいつか立派なデスク欲しいんだったらこれですっていうような大好きな、ポール・ケアハンデザインしたデスクなんですけど、そっちにすごいモノクロームの、ニュアンスにすごいビビッとした、色合いの、まあ、オレンジですね、で、宝石のミーカスね、たくさんに入ったりして、系統の、花が入ってすごいこうワンポイントの強いコラ、色合いがあったら、楽しいかなというふうに思って、作りました。ここは、最後の場所なんですけれども、すごいこうシンプルなバックグラウンドにこのクラシックなタンスがあって、そこにコントラストとして、すごいシンプルな、ちょっと楽しいモダンなデザインをして、もう全部グリーンのこうアジサイの上にこの花のラインがこう楽しく、こう動いたりして、そういったこうコントラストを、考えました。皆さん今日は、いかがでしたか。毎週、こちらで、南青山の、フリッツハンセン東京っていう名前のショールームなんですけれども、いつも、飾ってるんですけれども、いつもやっぱこうインテリアと一緒に合わせるのは私にとってすごい、楽しいので、皆さんもぜひ、見に行ってください。今日はありがとうございます。